張って何よりもコンサドーレを応援しながらやってきました。今日初めてなので今このブースからこの景色をこの今日会場にいる皆さんに見ることができて本当に嬉しいです。そんな、僕の夢を今叶える瞬間にぜひ皆さん立ち会っていただきたい。じゃん、なるほどね。これコンサドーレのオフィシャルブースで赤コーナーとなるわ。これはもう先ほどオンラインストアを見たら若干数まだ最高のありました。よろしければ皆さんに、これはですね、僕の夢を応援してくれる両親がですね、今回このブースに立つ日にここに目を入れてくれということで、僕に託してくれましたので、今までこのスタジアムで僕の夢を聞いて一緒になって後押しして、そしてこのスタジアムで一緒に声を出して汗をかいて泣いて笑ってきたサポーターの皆さんと共にその目を入れる瞬間を見届けていただきたいなと思います。手も用意しました。では入れさせていただきます。どうでしょうか。夢を叶える瞬間です。さあここからは皆さんと共に次の夢に向かって、今日もまずはこの後14時キックオフの J1 リーグ第4節に向けて熱く我々のこのそれぞれのポジションからスタジアムのホームの札幌の強い空間を作っていきましょう。ぜひ皆さん今日も応援を楽しんでいきましょう。今日はどうぞよろしくお付き合いください。さあ、そして熱い思いを持っているのはこのスタジアム DJ ブースの僕だけではありません。ベンチサイドにご注目いただきましょう。今日共にこのスタジアムを盛り上げてくれる仲間、普段はスタジアム DJ の大先輩です、クリアさん。はい、皆さん今シーズンも改めてどうぞよろしくお願いします。そして見事ダルマに目を入れた山本さん、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。あとはね、山田さんの夢は今スタートしたばかり、これからも共に山田さんと一緒にこの北海道の僕たち北海道コンサドーレ札幌サポーターの夢を共に歩んでいけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ山田さんはそのアナウンスブースに14歳の頃から憧れていたという話をね聞かせてくれていました。僕も小さな頃からサッカーがやりたくて、だけど僕の町には小学生の時にサッカー少年団がなくて、まあ、剣道、スピードスケート、水泳などをやっていたんですが、サッカーに憧れて、そして大学生からサッカーを始めた僕にとってはこのピッチの感触、そしてこのピッチの匂い、何よりこのサポーターの皆さんが作り出してくれるこの空間が本当に夢そのものです。本日は熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんなクリアさんと僕、山形ですけど、まあ、普段このコンサドーレを同じ応援する仲間でもあるんですが、クリアさん、これ我々がピッチで表明するというのは今日が初めてですよね。そうですね、はい、ブーストピッチサイドからという関係は初めてなんですけど、我々は実はそれぞれのこの普段の仕事でもねつながりがあります。皆さんも覚えてますか。はい、我々のコミュニティラジオ局が年に1回町内の各、町に一度集まって勉強会を開く、そんな集まりがあって、山本さんも帯広に来てくれて、いました。それが2019年10月26日あの日でしたね。まさにあの日です。ある時に語り合った、夢、そして今週の思いを今日はこの5番ピッチから、そして山田さんはアナウンスブースから大いに届けていきましょう。ぜひこの後も引き続きよろしくお願いいたします。そんなクリアさん、僕は先ほど DJ ブースから夢を語らせていただきましたが、クリアさんがコンサドーレと共に叶えたい夢をぜひお願いします。必ず叶うと信じている夢、それは何でだって優勝パレードです。コンサドーレが J1 を制し、そして
くれているサポーターなどはもちろん子供たちに見せてあげたい。そしてこの北海道がコンソドーレが素晴らしいものであるという誇りをぜひ胸に刻んでいただきたい。そんな一日を夢見ています。そんな夢を実現させるためにもまずは今日のこの後を控えている第4節の町田戦、クリアさんから展望お願いします。はい、今日は先日にね特徴のある町田相手ですけれども、ブレることなく今日攻撃的サッカーで勝利をこの手につかみたいと思います。今日もスタジアム DJ そしてピッチサイドから熱く我々なりのコンソドーレの魅力をこの後も発信していただきましょう。クリアさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは続いて本日スタジアムで行われているイベントをご紹介します。昨年までコンサートキッズランドとして実施していたエリアを今シーズンからは動力広場としてリニューアルオープンしました。大人気のキックターゲットやフリレコーナーに加え、高さ15メートル超え巨大動力のフワフワ遊具、それに新しいアトラクションが登場しています。本日遊びに来てくれたキッズたち、お子様にはローリ君サンパイザーお風呂ポスターをプレゼント。ローリ君広場では午後1時40分まで遊ぶことができます。北ゲート3時の階段からぜひお越しください。続いて北海道コンソドーレサポーターから皆様にご協力のお願いです。今シーズンからこの件におきまして条件付きでペットボトルの持ち込みが可能となりました。サスティナブルプロジェクト、パスの一つとしてペットボトルのキャップを原料にリサイクルを行うことで黒板消しを作り道内の小学校へ寄贈するプロジェクトを実施しております。選手たちが使用するペットボトルのキャップもすでに回収を開始しており、このプロジェクトに活用しています。スタジアム内オンパクティにはキャップ回収ボックスを設置しています。ペットボトルを捨てる際にはキャップの回収にご協力をお願いします。この後もピッチサイドからお届けしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。今日のピッチサイド MC スタジアム DJ 仲間のクリアさんと共にこの後も熱くお送りしてまいります。キックオフはこの後14時3分を予定しています。試合はもちろんですが、キックオフまでのひとときも目いっぱい楽しんでいきましょう。この後も引き続きお付き合いください。